最初のアイデアは海市専門職大学で今学部長、漫画アニメーションコースの学部長をされている星、はい、堀越さんという方が、はい、新潟という場所は、非常に多くの漫画作家、あるいはアニメーションスタッフを輩出しているので、ここから何かアニメーションに関係する発信ができないかという話が思いついた時に、いくつかあるアイデアのうち一つが映画祭だったんですね、うん。でその映画祭について僕も相談されたんですけど、まあ、これは意義があるし広げていけるんではないかということで、まあ、そこからアイデアが広がっていって、もう1年も経たないうちに記者会見になってしまった。まあトラブルはまあこの手のものはつきものなので、はい、毎回毎回本当に毎日のようにトラブルは起きるんですけど、でもそう評判とか来ていただいた方 の, 受け止め方を見ると、まあ、まずまずな順調出だしかなというふうに思ってますね。そうですね、映画祭自体はアニメーション映画祭も世界にはすごくたくさんあるんですけれども、やはり長編に絞るという映画祭というのは僕が見た限りではほとんどないんですね。でただ実写というか、いわゆる一般的な映画祭って長編映画を軸に組んでいって、そこからまあドキュメンタリーとかアニメーションとか短編とか発生していく感じなので、長編という物語を語る、そういったものをがっつり話せる作品を軸に置くというのは他にないアイデアなんではないかなということで、ここにフォーカスする形ですね。まあでもアイデアとしては僕自身が他にないので、はい、差別化するのであればこれだし、はい、長編のアニメーション自体が実は非常に増えてきたのは、はい、まあ、ここ10年ちょっとぐらいの間なので、まだそこにフォーカスするというアイデアはむしろ古い映画祭は ない感じなので、はい、そこで新しい映画祭っていうのは印象付けられるのではないかなと思ったんですね。はい、1回目非常に評判は良かったと思うんですね、はい、やはりそのコンセプトも受け入れていただいたし、はい、まあ、新潟という場所、はい、ものが美味しいし、はい、まあ、基本的にも3月ってそんなに悪くない季節なので、それも評価されると思います。ただやはり日本で海外のアニメーションを見るという層がそんなに厚くはないので、まあ、正直去年に関しては観客の動員は苦戦したなというのは思っていたんですね。それこそ堀越さんをはじめスタッフの方々って結構海外の国際映画祭に接したことが多いんですよね。で6日間という長さについても、まあ、国際映画祭であれば6日間というのは割と標準的な長さだったりするので、最初から生まれたばかりの小さい場所ではあるんだけれども、まあ、将来的には大きな国際アニメーション映画祭というところを目指すという意味でそういう組む構成にしているところですね、はい。非常にたくさん応募をいただきまして、はい、全部で49本エントリーされたんですね、はい。で実は国も本当に多彩で、はい、実際に選ばれてない国っていいますと、はい、まあ、イランですとかトルコですとか、イスラエルもあったかな、それからアフリカの国もあったし、東南アジアの国もまだ他にもあったりするんですね。なのでこんなに多様な国で、長編アニメーションというものが作れる時代になったんだなというのは非常に驚きました。技術的に見るとおそらくいろんな国で作れるようになったというのはやっぱ CG の普及があると思うんですね。なので実は今新興国、まあ、映画の中でのアニメーション以外の中の新興国ですと CG アニメーションがやはり多いんですね。ただいざ選ばれてみると CG アニメーションはあまり数がなかった。でおそらくそれはここ何年か、ここ数年ですね、アニメーション国際的なアニメーションの場で、CG アニメーションが増えすぎたことに対する揺り戻しみたいなものが来ていて、手書き画とかコマ撮りとかそういったものをもう一度スポットライトを当ててみようみたいな流れがちょっと反映しているのかなと思いましたね。ですね、選考委員の方、はい、4人いらっしゃるんですけれども、はい、に選考するときにお願いをしたのは3点あって、一番最初に、まあ、これはアニメーション映画であるので、まあ、技術的なもの、アニメーションっていう手法についての評価は映像の美しさを評価してくださいっていうのがもう一つあり、もう一つはその長編っていうことを出したことにもあるように物語性というものを重視してくださいっていうのが2点目で、で3点目が多様性を重視してください、うん、
ということを出したんですね。ただじゃあその選考の時に、うん、じゃあ国別どうだとかそういうものを割り振ったかというとそうではなくて、普通に選考した結果、まあ、ほぼこういう結果が出てきたので、実際のところはじゃあここからアジア1個入れようとかヨーロッパ多すぎだろうとかそういったものは実はほぼなかったんですよね。なので逆に言うと、まあ、すでにもうアニメーションの世界自体が多様化してたことがコンペティション作品にも反映されたと思ってますね。まあ、新潟に限らずアニメーション映画祭自体がプレミアにこだわるっていう場所はあんまりないんですよね。実は応募要項とか実際に選ばれて見たものでもっていう、むしろ、いいものを選ぶ、何かしら個性のあるラインナップにしようという意識が強いので、まあ、今回は結果として12本あるうちの、10本はジャパンプレミアになっているので、まあ、そういう意味では、まあ、日本で儲けるプレミアは確保してるんですけど、まあ、それも結果的な問題で、むしろやはり特徴のあるいいものを並べたいという気持ちの方が強いと思うんですよね。割とね、皆さん仲いい、ほぼみんな知り合いですよね。そうですね。藤井さん自体は今回 の、はい、新潟の選考委員もやられてますし、はい、土井さんって広島の、はい、マネージャーかな、はい、やられて、土井さんも非常に仲がいいので、いろいろお話をしてアドバイスをいただいたりもするし、新千歳も結構、ディレクターとかマネージャーとかもよくお話をしてる、割とみんな話をしていて、ただお互いにやはりそこのところは差別化しなきゃいけないなっていう意識は逆にあるので、なんとなくお互いの話を聞きつつ、じゃあうちはこれをやろうみたいなことを考えてるんじゃないかな。そうですね、レトロスペクティブはもう頭の中にこの人とこの人みたいなのが僕がずらーっと並んでいてどの方がいいかなみたいな感じはありますよね。あとはまあ話題性も多少は気にするところもあるので、高畑さんは意外に全部揃って上映することってないよねっていうのもあったし、僕はまあ日本では本当に評価されてるんだけども、もっともっと評価されてもいいっていう気持ちもあったし、そこのところの合わせたたところですね。先ほどのプレミアはなかなか難しいねっていう話はあったんですけど、はい、でも新しいものは見せていきたいし、はい、あとはいわゆる映画を見せるだけではなくて、映画ってアニメーション映画って何だろうっていうことを解き明かしていく方法って何だろうって考えた時に、なのでちょっとトークを多めになっていたりとか、はい、今回の制作中のものを出してみたりとか、そこのところはちょっと今試行錯誤してる感じですね。はい、そうですね、映画を見せて映画の文化の普及もあるけれども、まあ、教育もやりたいっていうのもありますし、あと実はまだ全然できてはいないんですけど、マーケットっていうのもやはり当初から頭の隅にはあるんですよね。それを考えた時に、まあ、企画特注のものを出して、そこのところで何かしら交流が生まれるのもいいんではないか、あるいはまだ日本で上映されてないものを見せることで日本の配給会社の方が来てくれたら何かしらまた新しいことが生まれるんではないかみたいなことも考えればいるんですよね。だいたいトークのテーマを決めてから、ゲストを決める時もあるし、ゲストを決めてからゲストとお話をしながらどういうことが話せるんだろうねっていうふうに探っていくケースもあり、両方ですね。で、今回で言うと、はい、富野監督と水口豊さんのトークについては配信をしてるんですね、はい、ただ僕自身としてはあまり配信というものは映画祭に関してはしたくないなというふうに思っていて、それはやっぱりわざわざ足を運んできたくれる方に対する敬意の気持ちもあるし、まあ、そこのところにわざわざ来てくれることに何かしら生まれることがあるので、まあ、それを配信で手軽に見れてしまうと、それはまた別の軸かなって、それはまた別のエンターテインメントなので、僕自身はあまり配信ということはしたくないなって僕は思ってますね。そうですね、よくなぜ新潟かって聞かれるときに、新潟の東京からの程よい距離感とか町としての程よい距離感で、まさにおっしゃるように映画祭の重要なポイントってスクリーンがあるかとホテルがあるかって、そこってとっても重要なんですよね。で、新潟はホテルはとってもたくさんある。
で、まあ、スクリーンもいろいろ今試行錯誤してるんですけども、うん、会場自体はいくつかあるということで、うん、映画館に適してるっていうこともあって、まあ、当然 TJ さんに何かしら協力を求めるっていうことも、うん、まあ何か検討の中には入ってるんですけど、うん、今はどういうふうに配置すれば最適なのかなってこれもまだ試行錯誤なんですね、はい、去年でいうとクロスパルという場所だったんですが、はい、まあ、ここはダメだろう、うん、設備的に多分映画祭向きではないだろうということもあったし、うん、今年でいうと大志北越ホールという場所を使って、ね、はい、ここ意外と良かったねとかあるので、まだいろいろ反応を見ながら組み合わせていく、うん、その中に、まあ、地元のシネコンみたいなものとも協力するみたいな道も探りたいなというのは視野に入ってますよね、はい、あと皆さんちょっと古町という場所 と、ね、こちらのバンダイという場所は少し歩くというふうにあって、はい、 そ、 まあ、そこはね大変申し訳ないとは思うんですけども、はい、でも逆に言うと新潟の地元にとっては、はい、来た方たちが街を回遊してもらうっていうことがやっぱり重要なことなので、はい、程よく歩ける距離に散らばってるっていうことは意外と重要なのかな、はい、でもただ地元のサポートっていうのは、はい、市とか県みたいな行政というよりは、はい、むしろ地元の本当に方々が応援してあげようっていう気持ちが非常に強かったのかなと思っていて、そこは本当にありがたいですよね。学生については、はい、実は40人の学生を、招いてるっていうのがあって、はい、で40人のうちの、25人かは、うん、全部海外の方なんですね、はい、で海外といってもほぼ、東アジアから東南アジアの方なので、はい、そこのところは非常に若いアジアの人たちの、うん、招きたいっていう気持ちが強いのと、あと海外のゲストについては、うん、やはりこれ日本というもののブランドの優位性はあるんですよね。今回来れなかった監督とかもいらっしゃるんですけど、うん、本当にぜひ来たかったという方ばかりで、うん、日本でやる映画祭っていうのはやっぱあまりないというので皆さん来たがるっていうのはそこは有利ですよね、うん、大川さんの名前、大川博さんと吹谷浩二さんは新潟県出身ということで、はい、まあ、すぐに使いたいって言って、はい、ご遺族の方に使っていいですか、うん、ということもあったんですけれども、もともとこの賞自体は、うん、あまりスポットの当たることのないアニメの技術のスタッフにあげたいということなので、はい、実は声優賞もないし、実は監督も対象にはなっていない、はい、ということで本当にアニメーションを作っているスタッフのための賞ですよという位置づけで、うん、そういったところにスポットを当てたいという映画祭の気持ちの表れなんですよね、うん、あれはでも、はい、去年の押井桃さんが決めた賞なんですよね、はい、あ、そうですか、はい、割と第1回の時はグランプリと、うん、あと監督賞と音楽賞と割と月並みな賞がずらっと並んでいて、はい、これで決めましょうって言った時に審査会で押井さんが、はい、いや、アニメーションの映画賞っていうのはこういう決め方をしちゃいけないんだって、うん、脚本賞なんて決められないよって、うん、賞をあげたい作品があってその賞にふさわしいアワードかを作るべきなんだよって言って、おしりさんが作ったんですよ、歌舞伎賞、協会賞、はい、でそれを今回野良監督って審査員長の、はい、とあと福島さん、はい、斉藤さんに、どうですか、去年おしりさんこういうものを作りましたけど、まあ改めて別の賞を作ることもできるし、押井さんの考えたものを引き継ぐこともできるでしょうと言ったときに、野田さんが一言、映画祭のアワードというものは継続性が重要で、誰が取った賞を私も取るというところに喜びがあるのだから、これは続けていくべきですって一言言って、もうその場でじゃあ押井さんの考えたこの賞を引き継いでいくということになったんですよね、うん、割と僕の想像してた方向に行ったなみたいな感じで、いい感じに揃いましたよね、はい、うん、そう、アダムが変わるとき、あれは映画見てない人は、はい、とか思うんですけど、うん、映画を見た人であれば、うん、これがなぜ突き抜けた作品なのかっていうのは分かると思うんですよね、はい、それこそ本当に日本でぜひ配給してほしいなみたいな気がしますよね。
おそらくプログラムについては、うん、少なくともここ何年かに関しては、うん、最初に言った長編、はい、つまり長編っていう言いつつ短編もやってるんですけど、うん、長編っていうものを取り上げる理由の一つはナラティブなアニメーションを僕は世に届けたいっていうところがあるので、うん、そこのところは突き詰めていくことになると思うんですよね、うん、ただもう一つやはり弱いなと、やっぱり先ほども出た海外のことに関しては、うん、僕はもっともっと海外の人が来てほしいっていう方があって、うん、これはよく言うんですけど、新潟っていうのは実は国際空港がある、はい、うん、実は韓国からも中国からも、うん、あるいは東南アジアからも直行便が結構飛んでるはずなんですよ。そうそう、上海から直行便がありますよ、ね、ものすごく時間短いはずなので、はい、ほんとここは有名になって、そういう人たちがこの時期1週間新潟に来て、ね、いろんな国のアニメーション三昧できるんだっていうふうに思ってくれるようになると嬉しいなっていう思いますね。そうですね、本当に、はい、まあ、これは一番最初打ち立てた時に、はい、まあ、アジアのアニメーション映画祭っていうことも言ってたんですね、うん、つまり日本の情報を発信するのではなくて、うん、アジアの情報を一回新潟に集約してそこから発信したいっていう気持ちもあるので、はい、もちろんもう中国はおそらく世界でも有数の今アニメーション大国になっているので、はい、そこと連携しないという選択肢はないんですよね、はい、なのでできることであればしたいし、もちろん韓国ともしたい、はい、僕は個人的には東南アジアめちゃめちゃ注目しているので、はい、東南アジアともしたいっていうのはありますよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、始まりました。活弁シネマクラブクローズアップ映画祭、はい、今回は、新潟国際アニメーション映画祭を取り上げるということで、はい、今回第2回というまだ若い映画祭なんですけれども、ねはい、3月15日から20日まで、ね、はい、5日間、新潟で開かれまして、ジョーさん行ってきたということで、私は行きました、はい、ちょっと僕は行けなかったんですが、はい、ここは今日は新潟国際アニメーション映画祭の、まあ、レポートを、はいはい、ジョーさんに話していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、まだ第2回ということで、はい、まあ、できたばっかりまだ若い映画祭なんですけれども、はい、まあ、その名の通り、まあ、アニメーションの映画祭ということですね、はいはい、そうですね、今いろいろ資料も、まあ、書いてるのに世界でも稀に長編アニメーションの映画祭なんですけど、まあ、実際日本でやっぱりアニメーションのイメージが、まあ、世界から見ても強くて、うん、アニメ大国と言われていて、で日本国内でも、まあ、新千歳空港アニメーション映画祭とか広島とかも、まあ、ありますけど、ただやはりいわゆるそのアヌシ国際アニメーション映画祭のような、はい、そのでかいアニメーション映画祭が、うん、なぜか日本っていうアニメ大国にはないっていうところもあって、広島がね、なくなってしまいました、はい、ってそういうところもあって、プラス新潟かなりやっぱりアニメーション漫画とやっぱり深い縁があるの で、うん、でその辺も含めてこの新潟アニメーション映画祭が誕生したということ で去年は私も去年からも実はもう行きたかったんですけど、去年大阪アジア映画祭とかぶってしまって、ね、はいはい、で本当に今年この日程が出た瞬間、はい、いや行けるようになったので、確かに今年ね大阪アジア映画祭がいつもよりちょっと早かった、ちょっと3月1日からですよ1週間ぐらいね早かった、私は大阪アジア映画祭3月1日から行ってで途中から香港に行って、あ、そうですよ戻ったらちょっと休んでまた新潟に行ったら、ちょっと怒涛のスケジュールでした。本当に大阪から香港に行くっていうなかなかハードスケジュールの3月でしたけども、そうですね、で今回本当に、まあ、一人で新潟国際アニメーション映画祭に行きましたけど、はい、まあ、まあ本当にまあプレス取材っていうよりもやっぱり観客としてどういう映画祭なのかをすごくやっぱり知りたくて楽しみにしていて、実際に行ったらものすごくやっぱり楽しかったですね、うん、で合計私初日は行けなかったんですけど2日目から参戦して最終日まで作品は15本拝見させていただきました。でもう結構いましたね。そうですね、まあ、会場もいくつかあって、まあ、会場の間の距離は歩いて行けるんですけど、はい、ただ新潟駅からちょっとバスを10分程度で乗ってそこに、まあ、歩いて30分ですけどっていう、まあ、会場新潟市の中ではすごくまあ、繁華街っていうか、うん、古町本町エリアで、じゃあ新潟の中心部の方で中心部で開催されて
いるので、あのものすごくまず一つ感じるのは、街全体はこのアニメーション映画祭に対する、はい、あの支援というかサポートがすごくやっぱ感じていますね、まあ、そのいわゆるその商店街とか、うん、あのその商店街にある店とかも、うん、あのところどころであのその映画祭のポスターとかそういう紹介が見れるので、うん、このエリアで映画祭開催してますよっていう街全体のそのあといつも よく言ってるんですけど、まあ、映画祭ってやっぱり映画を見る場所だけではなくて街全体のイベントなので、うんうん、その辺はすごくやっぱ今回新潟アニメーション国際アニメーション映画祭のその感じはありまして、うん、でプラスこういうイベントもやってます。あの古町本町をめぐるスタンプラリー、新潟アニメーション映画祭がやっぱやっていて、ここからあの、93店舗が参加してるんで、こんなあ商店街、ね、商店街でお店が、はいはい、で面白いのはあのなんか、ね、映画祭のグッズ販売はあのほぼないんですけど、はい、これ参加したらグッズもらえるっていう、あなるほど、はい、っていうすごいやっぱり参加型で、そうすると地域との連携もできますし、そしたら、ね、私も本当に映画と映画の空き時間で本当にしっかりこの地図を研究しながら、うんうんうん、あのすごく新潟って昔何回か行ったことあるんですけど、はい、こんなに古町本町で回るのは初めてなので、うんうんうん、いろいろその町への発見もありますし、すごくその辺がすごく楽しかった。この逆にこのアニメーション映画祭のおかげでもっと新潟市っていう場所を知ることになったんですね。でそのスタンプラリーの、 あの全部回って限定 T シャツも入手しました。おかっこいい、かっこいいですね。でなんかそういう、まあ、なんか映画祭はもう本当に映画を見るだけではなくて、こういう参加型のことがまずその1個と今回満足していて、でどこ1箇所に行ったらこのようなその紙パックももらえますし、すごい、はい、あすごいしっかりしたタイプ、ね、しっかりしてて、でこういう、ね、もしくはもうこのパッチもあもらえるので、なんかいろいろ本当に映画祭を運営がわざわざ工夫していて、いかにその映画祭を映画で上映だけで終わるではないように今まで頑張っているので、すごく今回はすごくこの辺はあの映画を見る以外の時間はすごく楽しかったです。でと同時にその他の映画祭の運営に関しても面白いのは、さっき堀石さんあの紹介した時出したチラシは、はい、英語版のチラシなんです ね、 ですね。こっちは英語版のチラシ、はいはい、なかなか英語版のチラシ出すところは少ないですね。あまあそうですね、はい、まあ、国際映画祭は大体日英作ったりしますけど、うん、まあ、ないところもありますよね。そうですね、うん、そこもやっぱりすごくやっぱあのなんか英語版のチラシ出したりとか、まあ、こういう新聞紙配ってる新聞紙とか映画祭の紹介を出したりとか、もうその辺もすごくやっぱりその露出パブの露出も頑張っていますし、まあ、あとやっぱりデイリーニュースがね、はい、毎日出していますね、まあ、あの全部あの6日間でもう1日からずっとこういう感じで、うんうんうん、あの例えば 1日目の時はあの映画祭全体の紹介とそのアクセスの紹介と、あと毎日のデイリーニュースの中必ず食べるところも紹介してますね。なるほど。あなんかこの会場の近くに何があるのかっていう新潟市全体が楽しめると、そのもすごくやっぱり街全体で一緒に動くっていう感じがありましたね。すごくこれも面白かったし、まあ、あとはやっぱりあのデイリーニュースで言えばその星取りという、はい、まあ、名物もあるんですけど、 それもやっぱり本当にあの日本人のゲストとあの海外のジャーナリスト両方の意見を入れつつ、日英を入れてあのみんなそのそれをチェックできるということなので、その辺は本当にすごくあの毎日も充実でしたね。でまたその映画以外にも、まあ、新潟国際アニメーション映画祭もう一個やっぱり重要なところっていうのは、あのトークイベントがとにかく多いですね。というかやっぱりあのアニメを 見せるっていうところ だけではない、アニメーションとは何かっていういろんな角度からあのフォーラム、そしてあのなんていうかトークイベントを開催あのさせて開催されました。あの例えばその中国アニメーションの今とか、あとあるいはその制作中のアニメの、 あの、まあ、なんか進行報告とか、まあ、いろいろそういうアニメーション、うんうんうん、ドキュメンタリーアニメとか何かとか、そういったところもすごくやっぱりあの充実していて、あの全部回りきれないぐらいのボリュームで進んでいるんです。でまたコンペティション部門の作品はまあ12本で入っていて、うん、面白いのは今回本当に、まあ、今まで見たことのない 国のアニメーションとかも
たくさん入っていて、例えばコロンビアの作品もありますし、ブラジルの作品もありますし、さらにタイ のアニメーションも私も今回初めて拝見させていただきましたが、ものすごく CG 対策ですね。これそうですね、はいはい、マントラウォリアー、はい、またケンスケのケンスケの王国でしたっけ、あのタイトル、あの放題はっていう作品も、はい、まあ、あって、これも、うん、フランスの作品ではありますけど、渡辺謙さんが、あ、フランス作品では失礼しました、イギリスの作品ではありますけど、はい、渡辺謙さんが声優として参加したりとか、そういった、まあ、国際的な、まあ、合作とかも あったりしていて、すごくやっぱ充実なプログラムでしたね。うん、でそして今回やっぱり受賞作に関しても本当に私好きな作品が両方とも受賞できてすごく楽しかったなという、まあ、結果、嬉しかったなという結果なんですけど、まずそのグランプリを受賞したアダムが変わる時という作品なんですけども、あれは本当に独特の、まあ、作風っていうか、うん、キャラクターデザインも、まあ、本当に見たことのないキャラクターデザインですけど、いわゆるその人々 その、ね、まあ、からかいと否定の発言によって身体が変化するっていう、うん、すごい大胆な発想で、まあ、アニメしかできないっていうところを、うん、まあ、まあ、切り口で、でその作品自体がやっぱ寄生春群像劇というものすごくバランスが良くて見やすい一本でして、でその想像力とかもやっぱり本当にすごくて、監督も新潟に入って観客といろいろ交流もできて、グランプリを受賞した時も本当にみんな盛り上がりましたということなんですけど、でもう一本協会賞を受賞した、はい、マーズエクスプレスも私も個人的に今回12本の中で一番好きな作品なんですけど、もうとにかくすごくやっぱかっこいい作品でして、はい、画面構成とか もうスピード感 もありますし、で設定はすごくまあ近未来というか、設定は近未来ですけど、メッセージ性はすごく現代的でして、 SF プラスミステリーの構造で、うん、多分その場面写真見るとすぐ広角機動隊の影響を受けたっていう感じはあるんですが、実際見てみてるともちろん広角の影響はあると同時に、で最終的にちょっとコーンさんの作品にもちょっと近い世界、コーン佐藤監督にも近いので、すごくやっぱ日本アニメの影響を受けつつも自分なりのやっぱ作家性が出している一本ですね。本当になんかもう今までほとんどやっぱりいわゆる総合映画祭、国際映画祭に、まあ、行っている、まあ、人間として、こういうアニメーション映画祭をもうほぼ1週間で体験して、うん、すごくやっぱり楽しかったなと思いますね。ざっくりいろいろ話しましたけど、そうですよね、なかなかアニメーション映画祭ね、確かに、うん、日本では広島が有名でしたけれども、うん、まあ、残念ながら終了という形になってしまいまして、まあ、新潟が今度新しいアニメーション映画祭ですね。もう本当に、まあ、これからもちろん映画祭に関して、まあ、課題もまだまだこれからたくさんあると思うんですけど、うん、でも本当に、まあ、第2回目はこんな感じで見る限りすごくやっぱ期待できる映画祭ですし、まあ、今本当に全世界、まあ、長編アニメーションの制作本数も増えているので、逆にそういうやっぱり発表できる場所がまだまだ少ないから、日本はやっぱりアニメ大国なので、こういう場所ができて全世界のアニメーション作家が集まって、何かで今後もいろいろ期待できるのではないかなと。で東京からも新幹線で2時間弱で行けるので、そうですね、新潟はね意外と東京からは近いんですよね。近いです、うん、あとやっぱり新潟美味しいですね。夜はやっぱり映画祭終わったら毎日夜もすごく楽しみにしてる、いろんな店がそれも満喫されました。満喫、お酒飲んだり、まあ、新潟といえばやっぱ、ね、お酒が有名です、ね、はい、おにぎりを食べたり、お米とかもやっぱ本当にすごくその辺も やっぱり文化の街だなと改めてすごく楽しい一週間でした、うん、はい、うん、ね、そうですよね、うん、そのジョーさんが言ってたその街と一緒になってっていう形で映画祭を盛り上げていくっていうのはとっても映画祭としては理想的なことですよね、はい、やっぱ映画上映するだけじゃなくて、うん、映画祭ってその観光資源にもなるポテンシャルがあるし、やっぱりその街でやってるってことに意味があるので、はい、その辺が本当に今回参加で一番やっぱ感じ
ったのはやっぱり町と映画祭の連携がすごくうまくできて、うん、町は映画祭への支援もすごく、うんうんうん、だからあの正直アートアニメーションってかなりハードル高い、うんうん、あの、まあ、作品でして、普通ならやっぱりあのマニアの人がもう研究家専門家しか、うんうんうん、あの見に行くかなっていう感じですけど、それでもやっぱり こういう町全体 の、うん、あのとの連携がうまくいっていて、ものすごくやっぱりあの観客もいっぱいあの見に行くようになったっていう、そうするとやっぱ新しいアニメの文化ともつながると思いますし、す、ねうん、まあ、だからまあこの新潟アニメーション映画祭もコンペティション部門以外にも、まあ、さっきまあトークもたくさん あったり、うん、あとやっぱり旧作の上映とかもありますしね、うん、今回は本当に高畑勲監督の特集も、いろいろ上映されまして、うん、私も本当に十何年ぶりに蛍の墓をあの劇場で拝見しまして、なんか改めてやっぱり高畑勲監督の凄さが感じたなという、うん、あのことなので、だからその辺も含めてあのせっかく日本アニメーション大国だから、うん、その辺をどんどん世界と一緒に何かをその、うん、まあ、可能性を作れたらいいなと思います、うん、はい、ちょっと来年は僕も行ってみたいんです。ああ、なんかぜひあの堀さん毎日夜も新潟の夜も、はいはい、ちょっとまだ行けるかどうかは分かりませんが、はい、でもね、まだ若い映画祭これからどん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 大きくなっていく、はい、充実していく映画祭だと思うので、うん、今後に期待しつつ、あのぜひ皆さんも行ってあの機会があればぜひ新潟に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。はいはい、というわけでジョーさんの新潟国際アニメーション映画祭レポートをお届けいたしました、はい、まあ、クローズアップ映画祭あれですね、今後もあ、まあ、カンヌはさすがにちょっといけないかなって感じは、はい、しますけれども、ね、これからどんどん大きい映画祭も、ね、はい、まあ、2024年の映画祭がどんどん始まっていきますので、レポートできるものはレポートしていきたいと思います。はい、はい、というわけでじゃあ以上でよろしいですか。はい、はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。新潟国際アニメーション映画祭特集でした、はい、次回の動画をお楽しみに。お願いします。